どうもおはようからこんばんは、殿です。戦国姫5大友編、さあ続き温泉巡りやっていきましょう。いやー楽しみだな。本当にそういうイベントがあったらいいんですけれども、まあ、どうだろう、あの温泉に行く途中でこう親父にこう狙われるみたいなことがなければいいが、いやこんな美女に囲まれていけるっていいな。ほらちゃんと5人って5人ですよ。あのちゃんと天城相馬も入っていますよ。お、温泉、本当にイベントあるんだ。大丈夫、あの18禁ですよ。とりあえず、まあ、この風景が、まあ、私サイドでないことを祈る。いやー、大友編、最初から見せてくれますね。さっきのご飯も美味しかったわね。煙が邪魔だぞ。こんなに毎日食べて寝て、お風呂に入ってを繰り返してたら、太りそうかも。やばいな、サムネ決定だな。いやー、いいなー。このまましばらく眺めていたい気持ちではあるが、皆さんはおそらく一時停止をしているんじゃないですか。結構みんな胸あるな。いいなー。アッキーはなんか泡を作っているが、他はみんなくつろいでいる。いいなー。相馬さんは多分ね、あの左の柵の向こうでいて、まあよくあるのがこうよじ登ってて、のぞごとしてあの柵が倒れてみたいな。まあないだろうな。なら総理様も私や千と一緒に朝稽古したらどうだろう。素振りをするだけでも違うと思うが。ふむ、アッキーは結構脳筋系なのかな。太りそうかもってだけでまだ太ってないもの。稽古は遠慮しとくわ。まあ太っているっていうか、むっちりしているっていう、まあ、感じなんだろうな。そういえば総理様はあまり運動されないのに太らないですよね。いや羨ましいなそれ。私もね、食べたらねちょっと太りやすいんですが、まあ、逆に痩せやすいってのもあるんですよね。ほう、自分の肉体に恥じるところはないというように総理は堂々と肌を晒している。いいな。やっぱり鍛えてる。いや、まあ、実際相馬さんはね、あの見えていないでしょうけれども、私はねこう言ってこの4人の裸体を眺めることができる。絶景かな、絶景かな。食べても胸に行くことが多い。胸。そういえば総林様も姉上も秋津良様も胸が大きいですね。いや、そうやって恥じらうセンちゃんもまあまああると思うよ。意外だったのはあのベッキーが意外とあるっていうのは驚きですね。こういうねおしとやかでこう車椅子に乗っているみたいな感じの子はあんまりこう胸に成長はいかないような気はするが、私のは冷えせん。あなたの胸はまだまだこれからなのよ。でも1年以上大きさが変わってないような。泣くなせん。まあでも結構な年来て、結構な年がもう多分10代後半とかそこら辺でしょうけれども、もうさすがにそこから急に胸がこうボンキュッボンになるってことはないとは思いますよ。総理の暴挙、いや、ささやかじゃないと思うよ。だけど普段から鍛えているだけあって、重政の体は本当に引き締まっているわね。それなのに出るところが出ているんだから、世の男たち垂涎の至宝だわ。重政って読むですね。なるほど、じゃあどう呼べばいいんだ。ふむ、しかし吉広場は私は秋政で、まあ秋政と呼んでいるんですけれども、重政、ややこしいな、どうしよう。多分前回は普通にまあ、秋政って言ってて、秋言ってたと思うんですけれども、どっちがいいかな。もう吉弘でいいか。その柔肌を余すところなく手のひらでなで回し、大きなちぶさと張りのある尻をくっと掴んで、その跳ね返る感触を堪能したいって。私でももうくらいよ総理。私も同じ気持ちだ。総理様、
いやー、織田編ではね、結構ね、いろんなサイズの子がいたけれども、いやー、大友家、なかなか眺めがいいサイズの子らがいるではないか。あまりからかってはダメですよ、総林様。結局あれだけね、総林をいさめていたベッキーも、まあ、こうやって、まあのんびりくつろいでいるっていうことは、まあ、みんな似た者同士っていうことでしょうね。まあ相馬さんはね、多分この柵の向こうで血の涙を流していることだろうとは思うが。あら、真実じゃない。秋空だってとても良い体をしてるから、触れてめでてキメの細かさを味わって、そのちぶさに顔をうずめたいと思うもの。いや、これも同じ気持ち。そよ来ましたわみたいなの私好きですよ。お褒めに預かり光栄ですよ。おっと、受け流した。もう、アキツラは恥ずかしがらなくてつまらないわね。ソーリン様とは赤ん坊の頃からの長い付き合いですもの、慣れております。相馬もなんか命を救われたって、まあ、前回言ってたんですけれども、まあ、結構昔から一緒にいるんですね。何もかも忘れてずっとここにいたいわね。いや、私は構わないですよ。ずっとこのイベントスチルのままずっと続いていくのも私は悪くないと思いますよ。これで多分20話分ぐらい持つと思うんで。待って、確かこの茂みの向こう側に目当ての草があるはずなんだよな。相馬さん、一体何をやっているんだ。お、いたずらですか。さて、俺はどうするか。覗きに行くか。まあ、さっきのねイベントが終わってしまったんで、こうやって覗きに行ってまたこうイベントに引き戻すみたいなことがあったらいいと思うんですが。いや、そんなことない。多分目の保養になるからいいと思いますよ。もう一回行こうよ、ゆあみ。今夜5人で少し話したいことがあるんだけど、真面目になりすぎると疲れるし、ちょっといたずらを仕掛けたいのよ。だから相馬、手伝ってくれない？一体何を仕掛けるつもりなんだ。あんまり危ないことはダメだぞ。と言いながら、私草むらで何やら探しているようですが、一体何をしているんだ。ほう、大好きな総理、また信長さんみたいに当主のことに、まあ、当主への恋心を抱いているんですか。結構こっちの相馬さん情熱的ですね。それは大丈夫。実は宿の近くの林に煎じて飲むとすっごく苦いけど健康に良い草を見つけたの。だからそれを摘んできてほしいのよ。なんか裏がありそうな気はしますよ。これがその草の特徴を書いたものよ。どう？ソーマに頼めるかしら。いやー、ソーリンちゃんにそう言われると苦いけど健康にいいならいたずらにはちょうどいいな。で、詳しい場所はどこなんだ。風呂か。ソーマさん暇人なんですね。多分あれだな、逆にいたずら仕掛けられる側な気がしますが。おっと、どうした相馬さん。気づけば坂を転がり落ちていた。そして起き上がった先には、総林、あいつ俺をはめたのか。やはり私が騙されたようか。本当にそうなってるよ。ゴボブグブグブベ。
重政、千、総理様お守りなさい。いやーラブコメによくある展開ですよ。まさかね、本当にそうなるとは私も思ってはいなかったんですが。クセモノか。いや、クセモノじゃない、あのただの相馬です。でこう実は相馬さんでしたってこうみんながキャーってなって、それをこう総林ちゃんが笑いながら眺めてるっていう。いいなあ、相馬さん羨ましいな。いや総林ちゃんちょっとわざとらしい、それはそれは棒読みですよ。なんだ、どうして俺はユナンカに使って。あーいいなー、羨ましいなー。ソーリン、セン、シゲマサ、アキツラ殿、いやー参ったなーいやー、いたずらに引っかかったはずなのにこんなにいいものを拝んでいいのか。というか、もし他の男が落ちていたらソーリンの素肌を誰かに見られていたのか。いや今回のソーマさん結構面白いなじっくり見ているな。よかったね、自分以外じゃなくて、ほんと。相馬殿。やばいぞ、あのベッキー、血管が浮かんでいるぞ。え、嘘、どうしてここに相馬が。いや、裸を見られるとこうね、お嫁に行けないことを言うと思うんですが、いいですよ、まあ、全員ウェルカムですよ。私の心は24時間営業ですよ。兄様。いやー、なんで相馬がここにいるのよ。お前がはめたんだろう。あ、いいなー、羞恥心のなさがそういうの羨ましいな。あのすまん、こんなその見るつもりなんて。ああどうしよう、告白するつもりなかったけど、告白する前から総理に嫌われたかもしれない。いいな、大名家によって相馬さんのキャラが若干違うのかな。なんでこんなところにいるのよ、兄様のバカ。こっち見るな、早く出てけ。いや殺されるまで出ていかないよ。拝ませていただきました。大成功ね。いや大成功、あんたはそうかもしれないけれども、多分こう場面が切り替わると、多分相馬さん多分原型とどめてないくらいに多分あのボコられているとは思いますよ。総林様、あなたの仕業ですね。なんといういたずらをするんですか。よし、いいぞ、方向が総理に向いている。何のことかわかりませんな。いや結構長く続いているけど、本当に1話まるまる温泉パートで終わるような気はしますよ。いやー、眼福ありがとうございました。覗くつもりはなかったなって言ったが、本当にそうだったのか。そうですよ、覗くつもりなんて1ミリたりとも、いや一寸たりともありませんよ。兄様、ちゃんと聞いているの。いやー怒られているが、なんかご褒美に見えるな。
いや、私正座あんまり好きじゃないんですよ。すぐ足がしびれてくるんですよね。もうそろそろ許してくれてもいいんじゃないですか。ソーリン、かなり怒られてるな。だけど今回のいたずらは変な男でも間違って落ちていたら襲われかねない本当に危ないところだったもんな。結構ポジティブだな。その辺気になるんですね、ソーマさん。ソーマ、いつまでにやけた顔でソーリン様を見てるんだ。こっちを向いてちゃんと反省しろ。いや、申し訳ない。いや、あの景色を思い浮かべるとついつい鼻の下が伸びてしまうんだ。いいな、ヨシヒロちゃん。ねえ、ヨシヒロちゃんすごい好きだな。可愛いし、かっこいいし。いや、いいな。制裁発見。いや、にやけてなんて、別にソーリンの肌が綺麗だったとか、あとヨシヒロとかセンとか、あとベッキーとか、みんな綺麗だなって思い出しているわけじゃ。兄様ったら、何考えてるのよ。やっぱり本当は覗くつもりだったの？そうじゃない、見るつもりはなかった。煎じて飲むと苦い薬を振る舞おうと思っていた振る舞おうとしていたことも反省している。本当だ、信じてくれ。そうそう、もうみんな見ちゃったわけですよね、相馬さん。もう完全思い出してますよね。ほう、線は発展途上。そしてベッキーは足が悪くて湯にほとんど入っていなかったので、胸が線よりも豊かだった程度しか思い出せなかった。ほう、全身をバッチリ見てしまったこと。お、凹凸のくっきりした。なるほど、 やはりボンキュッボンか。思い出すな、ソーマ。見たものを忘れろ。いや、深く心に刻み込みましたぞ。すまない。ソーマ殿は謝っていますが、ソーリン様はちゃんと反省しているんですか？何を反省するっていうの？私だってソーマに肌を見られた被害者だって言ってるじゃない。いや、堂々と肌をさらけ出してるところを見ると被害者とは言えないぞ。これ何か分かりますよね、ソーリン様。ソーマ殿の懐から見つかった紙です。これはソーリン様の筆跡です。とぼけても無駄ですよ。そうそう、ソーリンが全部悪い。私は彼女に騙されただけですからね。まあ多分そろそろ許してくれるとは思うが。湯に触れたせいで滲んでいますが、煎じて飲むと苦い草と書いてあるようですね。大方これをソーマ殿に取ってくるように命じたんじゃないんですか？残念、あの紙は証拠になってしまうから処分しておくべきだったわね。やっぱり私たちはもちろん、ソーマ殿にも謝ってください、ソーリン様。そうそう、私にも謝ってください。ごめん。まあ、わ、謝る気ないな。服のままお湯に落ちて大変だったと思うけど、いいものも見たんだし許してよね。いや、許しますよ。 もちろん許しますよ、それは。いや、素晴らしい眼福でしたからね。まあ、実際これがゲームだったら多分モヤが取れてるんだろうな。全く謝罪の気持ちなかったよな。いやー、ソーリンに嫌われたかと不安だったが、いたずらでよかった。というか、すごくいい眺めを自ら提供してくれてありがとうと涙ながらに礼を述べたいぐらいだ。夜のおかずがより具体的な妄想になる行幸を授かった。いやー、言うね、相馬さん。早速今夜から美味しくいただけそうである。秋面と重政と千にはお詫びとして、今度は私たちが相馬の裸を見られるようないたずらを考えるから待っててね。そしたらお相手になるでしょ？そうですね。いや、おっしゃる通りですよ。そういう問題ではありませんよ、ソーリン様。おや、ベッキー、赤くなっているぞ。何言ってるんですか。
面白いなこいつら。見られた上に見るなんてそんな恥ずかしいこと。いやもういいじゃん、もうみんなで素っ裸になればもうそれでもう話が平行線になっていいんじゃないですか。それがフェアってもんでしょ。失礼します。そろそろお時間ですので夕寝の支度をさせていただいてもよろしいでしょうか。じゃあこれから宴会ですね。やった、夕ご飯だ。じゃあお説教はこれで終わりってことで、一つ突っ込んでいいかな。これ戦国姫ですよね。あの戦わないといけないですよね。ずっとほんわかしたイベントが続いている気はしますか。時間をずらして宿にご迷惑をかけるわけではありませんからね。だって武将数23人でしょ。じゃあ他18人ぐらい何をしているんですか。総林様は本当にもっと落ち着いていただかないと困ります。そんなの無理だった。キツラ、私はこうじゃないと私じゃないもの。総林様、まあそれはともかく夕下の後で大事な話があるからみんなよろしくね。大事な話っていうのは本当なんですね。いやじゃあついに2回崩れの変が来るのか。癒しだの何だのと理由をつけてこんなところまで当時へ来たけど、本当は家では口に乗せづらい話をすると。おやどうした、敵襲か。失礼します。こちらに大友総林様はおいででしょうか。お知らせしたい気がありまして果てさんじました。かなり息切れしているぞ。どうした伝令。なんだ騒々しい。